7月4日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から見ていきましょう。梅雨前線は南下傾向です。北陸は朝まで雨が降りやすく、ざっと強まる恐れがあるためご注意ください。東日本から西日本の太平洋側では強い日差しが照りつけそうです。それでは明日のお天気の流れを見ていきましょう。東日本から西日本、朝から晴れるところが多くなりそうです。一方北陸は朝まで雨が降り、東北の日本海側では、雨が残る見込みとなっております。また関東北部や東海、近畿地方では日差しがあっても急な雨にご注意ください。北海道は日本海側ほど雲が厚みを増し、だんだんと雨の降るところが多くなりそうです。それでは気温の予想です。特に関東から西日本では35度を超えるところが出てくる予想です。厳しい暑さとなるため、熱中症対策をしっかりと行ってください。日差しが乏しい東北や北海道も30度を超えるところがある予想です。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。